旧ユーゴスラビアの民族分布。焦げ茶がモンテネグロ人。モンテネグロ人はモンテネグロを主に構成する南スラブ人である。モンテネグロ人がセルビア人とは別の民族であるかどうかはしばしば論争の対象になっている。モンテネグロ人は言語、歴史、文化、宗教、起源においてセルビア人に極めて近しい存在であると言えるが、 他の南スラブ諸民族とも密接な関係を有している。宗教的には多数派が正教会であり、イスラム教がそれに次ぐ。プー研究所の2020年の推計では、76.6%がキリスト教と20.3%がイスラム教徒である。その祖先はバルカン半島の先住民族であるイリュリア人であると考えられている。 元々南部のアルバニア人とは古代同じ民族であるとされる。ローマ人やスラブ人、オスマン帝国の支配下に置かれ、モンテネグロは次第にスラブ化していったとされている。こうしたこともあってか近年モンテネグロ住民はセルビアとの連邦関係に終止符を打ち、独立へ向かう動きが強まった。2006年5月、モンテネグロは国民投票の結果、 独立賛成派が反対派を10%上回り、独立は承認された。そして6月3日に独立宣言時、独立国家モンテネグロが成立した。ノート、ザ・トータルフィギュア・イズ・ミアリー、エース・モオブ・オール・ザ・レフレンスとポップ・ヤレ・シャンズ・リステッド、ノート、ザ・マジョリティ・オブ・ピープル・リジェネティング・フロム・ウィズ・イン、モンテネグロ、エス・プレゼント・ボーダーズ・ディクレア。 ethnic affiliation in census as serb, thus, it is difficult to establish the exact numbers, up to few million people in Serbia and Bosnia and Herzegovina, might have one or more ancestors from Montenegro, note, the term Montenegrins in Ayida sense can also be used to denote, all the peoples from the Montenegro, regardless of their, エスニックレリジェスアフィリエーション、セルビア・クロアチア語参照と EN、コンパリソン・オブ・スタンダード・ボズニアン、クロアチアン、モンテニー・グリンセルビーイン、EN、コントロバーシー・オーバー・エスニック、アンド・リングイスティック・アイデンティティ・イン・モンテネグロ参照。ありがとうございます。